クライブ・ウィリアム・ニコルは、ウェールズ生まれの日本の作家、環境保護活動家。キラメッセ、ムロート・クジラカンカ長。血液型 AB 型。妻は、作曲家で、日本画家のニコル・マリコ。1995年に、日本国籍を取得し、本人のことによれば、ウェールズ系日本人。日本における、戸籍名は、ニコル・ C ・ W。 ウェールズの首都カーディフの西方にある町ニースに生まれる。母はイングランドに憧れたウェールズ人。母方の祖父である元炭鉱労働者のジョージ・ライスを尊敬している。自身のエッセイによると、ライス家はケルト化したノルマン系の家系だという。幼い頃に、やはりノルマン系イングランド人の軍人であったジップが太平洋戦争中にシンガポールで 日本陸軍の捕虜となって処刑され、母とイングランド島南部のイプソイッチに住んでいた。当時はナチスドイツの空軍の空襲に怯えていたと解雇している。10歳で母親が再婚、12歳でその養父の紹介でシーカデッツを知り、13歳でジェルトナムへ転校。海洋少年団の教官から柔術を教わり、その勧めで、 シェルトナム YMCA の柔道クラブに入部、14歳の時、イギリス柔道の父と呼ばれる、小泉軍事を知り衝撃を受ける。母の再婚時にその相手である、スコットランドのスカイ島生まれのイギリス海軍士官、ジェームス・ネルソン・ニコルの養子となって、ニコル生となる。その後、イフテイのエロイン、ジェームス・ニコルが誕生した。この頃に、祖父から、 様々なことを教わり、自然をはじめとして、生物、植物、宗教、歴史、哲学、音楽などを学び、また祖父に連れられて狩りを覚えた。小学校に入学した時には病弱で体も小さかったため、同級生に苛烈ないじめを受けた。また、教師から理不尽な体罰を繰り返して受けたため、学校嫌いになった。男子校の文化では告げ口は、 卑怯なことと考えられていたため、いじめの助けを求められなかった。ニコルは、死のうとは思わなかったが、その代わりに相手を刺した。相手は、腹の右側をかすり、警察沙汰になり、学校が移転するほどの大事件となった。だが、それがきっかけでようやくいじめが、明らかになり、ニコル少年が咎められることはなかった。同時に、義理の叔父である元軍人のグウィンからも、 軟弱な小僧と嘲笑され、激怒した祖父のジョージは、グウィンと対決を繰り返した。これがきっかけで、ニコルはおじに復讐するため格闘技に興味を示した。ある時に、臨終間際の自分の愛犬のことで、イングランド国教会の牧師に、僕の犬は天国に召されますかと聞いた。牧師は、魂がない犬ごときは天には召される資格はないと言い、 それに反論したニコルは怒った牧師に殴られた。そんな少年時代の過酷な環境の中で、ニコルは自然、動植物と触れ合うことで癒しを見出していった。初等教育機の学習障害を克服し、名門進学校のグラマースクールに進学、ここで後輩のブライアン・ジョーオンズと出会う。14歳の時に生物学教師であったピーター・ドライバーに出会い、 様々な影響を受ける。柔道と格闘技をはじめ、ピーターも、その影響を受けた。15歳の時に交換留学生として、フランス中西南部は規定の地方のボルドーにある、ガロンヌ川付近のある村に住んだことがある。大学院で、生物学の博士号を取得するために教員を、辞職した、ピーターの誘いを受け、高校を卒業後、反対する両親に、無断で、 カナダに渡り、17歳で、ピーターと共に、極地探検を行い、数字にわたる、極地探検で、カナダのイノイットと一緒に暮らすなど、交流の経験を繰り返した。翌年も北極圏探検調査に参加した後、カナダから帰国し、両親の説得にしぶしぶ応じて、チェルトナムの教員養成大学である、セントポール教育大学に進学した。 だが教員になる気のなかったニコルは19歳の1959年にニック・デビートというリングネームでプロレスラーのアルバイトに専念した。ニコルが20歳の時に祖父ジョージが祖母の後を追って他界する。ライス家の財産相続に関して叔父のグウィンと揉め事を起こし叔父がニコルに殴りかかったのですでに屈強な体格を持っていたニコルは叔父の顎を強烈に蹴り返した。 彼はそれまでの怒りを爆発させ、俺は、あんたが死んだら、必ずあんたの墓標に証便を引っ掛けてやるからな。覚えとけと言い残して、グウィンの息子である重帝のエドウィンと一緒に、故郷のウェールズを立ち去り、それ以降30年以上戻らなかった。ニコルが20歳の時の出来事である。ニコルはこのおじに対して、僕は、今まで、あんなに人を憎んだことはなかった。 おじは僕の良き思い出のウェールズをめちゃくちゃにしてしまった、許しがたい存在だ。しかし、僕のおじに対する憎しみは僕をタフにする作用も、働いた。何とも言えない皮肉だねと述べている。間もなく、フィールドワーカーとなる夢を果たすために大学を中退、ウェールズの南のブリストル海峡にあるランディ島で、恋人と暮らしたが、破局したために、 再び局地調査のスタッフの道を選ぶ。デボン島での越冬調査があるのを知り、カナダに戻って、北米北極協会で助手として働き、それで得た6000カナダドルを元手に22歳で空手を学ぶために本域を決心する。その後、再び、カナダで水産調査局や環境保護局での議官などを歴任した。1962年に、 空手道を学ぶために来日した。この頃、ラボ教育センターの前身のテックで英会話を教える。空手初段を習得後カナダに戻り、モントリオールの漁業調査局の北極圏、生物ステーションで水産哺乳類技師となり、バンクーバー島やノバスコシア州で調査捕鯨の仕事に従事。2年ほどで辞め、イヌイットと暮らしたり、北極圏で アザラシ観察に出かけたりの後、エチオピアの市民国立公園の領区管理人となり、野生動物保護省の主領区管理官を務め、密猟者との戦いも過酷を極めた。その後エチオピアを去って、再来日、日本大学で日本語及び水産学を学ぶ。この来日期間中に、日本人女性と最初の結婚をしている。 この頃、ラボ教育センターのテキストのいくつかを執筆し、谷川岩と知り合う。再来日から2年後、ウィニペグの淡水協会に雇われ、西方北極圏調査の仕事を得た後、バンクーバーの環境保護局の緊急対応事務官に昇進する。カナダ国籍を取得した後、1975年、35歳で沖縄国際海洋博覧会の カナダ官副官長として再来日する。翌年母親が58歳で他界した不法を弟から受けたが事情があってなかなか帰国ができなかったと本人は語っている。1978年カナダ政府の官職を辞任し再来日する。捕鯨の物語を書くため和歌山の大治に1年余り生活した。 これは、大樹のクジラ鳥の漁師が海での遭難からカナダに渡り、その子供たちにまで及ぶ海に生きる男たちを描いたイサナの参考となった。1979年には、ニックと友達として出場して歌った、リンゴの木に、かくれんぼが第17回ヤマハポピュラーソングコンテスト、つまごい本選会で入賞している。この、リンゴの木に、 かくれんぼは1991年にファンハウスから CD シングルとして発売され EMI Music Japan から発売されたアルバムセールダウンザリバーにも収録されているその後現在の妻となるニコル・マリー氏に出会い親友の谷川岩の紹介で1980年に谷川が創設したラボ教育センターの拠点であるラボランドのある 長野県黒姫山のふもとに居所を定める。ラボ教育センターの分裂時は谷川と行動を共にし、谷川が創設した10代の会物語文化の会に参加、協力している。1981年第6回創作テレビドラマ大賞に日時計で仮作受賞した。以降、亡くなるまで作家活動を続けた。また、 自然環境の保護活動でも知られ、1986年、長野県黒姫高原の荒れた里山の一部を購入し、アファンの森と自ら名付け、親友で専門家の松木信義と共に、里山の再生運動を展開し、エコツーリズムを実践する。ナチュラリストとして巧妙である。1995年に念願の日本への帰化を果たし、 同時に英国籍とカナダ籍から除籍されたという小説風を見た少年は2000年に大森和樹監督でアニメ映画化された2002年一般財団法人 CW ニコルアファンの森財団を設立2005年10月28日に英国政府から日英関係発展に寄与した功績で名誉大英勲章5位を贈られた 2007年2月には、大分県内で開催された日本教職員組合の教育研究全国集会の全体集会で森を育むものと題して講演を行った。2011年の東日本大震災の年に、宮城県東松島市の住人をアファンの森に招待したことがきっかけで、東松島市立宮野森小学校の創設を支援した。 2016年6月6日に、公務で、アファンの森を訪れた、秋人天皇と、三千子皇后の散策の案内役を務めた。翌月に天皇が上位の意向を示すと、ニコルは、天皇陛下にかけていただいた言葉は一言も忘れない。自然に包まれた両陛下は、お幸せそうだった。退位されて、体を休め、お好きなことができるのなら、私も日本人として嬉しい。 愛し、尊敬していきたいと述べている。同年末に直腸がんを患って東京の病院で手術を受け2ヶ月に及ぶ入院生活を経て2017年2月7日に退院した。2020年4月3日に長野市の病院で直腸がんにより死去。79歳遺没。ニコルは日本の捕鯨史を学んだ関係で日本の食文化、漁業文化、 生活文化を守る必要性から捕鯨容認論者であり信頼できるデータが揃いきちんとした形で行うならば捕鯨も構わないとしている。反捕鯨国で占められている国際捕鯨委員会やグリーンピースやシーシェパードの活動に対して苦言を呈している。同時に捕鯨問題が人種問題であるという点に関しては否定している。ただし現在では グリーンピースとは和解しており、グリーンピースジャパンとは友好関係にあるという。また、日本の沿岸捕鯨に関するデータが信憑性に欠けるため、現在、日本の捕鯨を全面的に支援する立場にはないとも語っている。ニコル本人も環境問題に取り組んでいたが、政治自体には興味がないとエッセイで述べている。その一方、2005年東京都議会議員選挙では、 鳩山国夫の息子、鳩山太郎を支援した。ネズミ嫌いとして有名でもある。ファッショナブルという言葉を好まない傾向にある。ミュージシャンとしても活動しており、2枚のアルバムがあり、また NHK、みんなの歌への楽曲提供もある。ありがとうございます。